歌舞伎町のライブです。何気にオリジナルも何曲かやったんですが、非常に高評価を得た曲がありまして、ステージ上では私この曲は嫌いですよね。おお、一生忘れませんよね、そのことを。次にやる曲、私が作った曲なんですが、曲にいらっしゃった方が覚えてるね。実は俺この曲嫌いなんだよなみたいなことに面と向かって言われまして、非常にショックでした私。なので今日は、やらないんじゃなくてやります。そうそう、おかいさんとかね、森蔵さんとかみんないい曲だって言ってくれたんで、その言葉を聞いてですね、私もだんだんこの曲が好きになってきました。やっと心を込めて演奏ができると思います。聞いてやってください。